最近、うん、危険なんですよ。何がですか？僕、はい、メンタルが独り言が、はい、増えた増えた。それもいい独り言じゃないんですよ。というと、あーくそーとか、うん、あーくそーとか、あーんとか、こういう言葉が、うん、僕って体調とこで接してる時って、はい、そういう人じゃないじゃないですか。はいはいはい、そうなんですよ。僕は、うん、意識する僕は、はい、そういう人間じゃないんですよ、うんうんうん、あの基本丁寧を心がけ、はい、不快感を与えないように、うん、意識して意識して、はい、敬語とユーモアを忘れない、はい、二等兵なんですけど、うん、それを離れ、はい、一人で自転車に乗り会社に行くときは、うんうんうん、こっちの方が出てくるんですね、はい、ああクソとか。それはこうなんか思い出しながらぐるぐるはしてると思います、うん、それについてクソって言ってるのか、こうなんか目の前に邪魔だなとか。あ、目の前の現象ではないです。あ、この頭の中、頭の中の、うんうん、頭の中で繰り広げられている、うんうん、それも別なんて言うんだろう、それを考えようとしてるわけじゃないんですよ、うんうんうん、もう普段生きていて、まあ、うんうん、やらなきゃいけないことってたくさんあるじゃないですか、はいはい、それは、まあ、仕事のこと、うんうん、家のこと、うん、将来を見据えた生活を守るためにしなければならないこと、はい、それは車検も含まれますし、はい、家庭資産税も含まれますし、もうそういった全てある中で、うん、それがもう頭の中ではぐちゃってあって、うんうん、それを何て言うんだろう、いろんなことをぐる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 回るわけじゃないです、うん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 、そういうのがぐちゃって頭の中にあって、うん、かつ YouTube を副業にならんかなとかで、はい、YouTube をやり、うんうん、類型論とかをやると、うん、S だ N だ、はい、T だ F だ、うん、エニアグラムタイプ6だ3だみたいな、うんうん、いろんなわけがあって、うん、その中でもどっちがこの場面では有利だとか、この場面では不利だみたいな、うんうん、そういう分け方とかがあって、うん、自分を探しに楽になるために、うん、自分を探しに類型論に手を出したんですけど、うんうんうん、それを知ったことで、うん、思考面が足りないっていう弱点に気づかされ、はい、その埋められない、うん、埋められないのか超えられないのか、うん、壁と堀があってですね、うん、どうしようって、まあ、足りないっていうかあれですよね、まあ、そこも思考だとは思うんですよ。自分の苦手意識みたいな、うん、ありますねっていう部分だとは思うんですよね。で、うん、それをなんかね、うん、気分を晴らしたいと思い、うん、なんかこの椎茸占いさんの小さな、はい、開運ブックとか買ってね、うん、そういうのを紛らわそうとしたりですね、はい、名越康文さんの自分を支える心の技法とかで、うん、これがこの本で書かれているのは、うんうん、僕のこのあーとか、畜生とかって、うんうん、本当に言ってるんですね僕、はいはいはい、自転車に乗りながら、うんうん、とか会社でデスクを離れ、うん、トイレに行く途中とかで、うん、まあ、今マスクしてるじゃないですか、はい、もうマスクの下では罵詈雑言ですよ。ボソボソとボソボソと、はい、うん、あ、朝からごめんなさいね、この暗い話、これってなんだろうっていうのを、はい、ちょっとなんか皆様でね、うん、要はこれを消せるのか消せないのか、うん、っていうことも含めて、うん、なんか考えていければなと思ってるんです、うんうんうん、でそういうところで要は僕は今その、うん、ああ畜生っていうのが、はいはい、それが今僕は抑えられなくなっているんですね、うんうんうん、というところで、こんな本に出会いました、はいはい、河合駿さんの心の扉を開くっていう本、うんうん、河合駿さんというのは、京都大学 の、はい、の出身で、まあ、そこでも教鞭を取られてたんですけども、うん、ユング研究の日本の第一人者でございます、はい、一番初めの章がですね、はい、私とそれ、うん、という話なんですね。でこれは、河合駿さんが、こんな本を読んでこの章を読むとより分かりやすいですよっていう例として、うん、でまず読んでほしい本というので、うん、山田太一さんのトークの声を探して、うん、ドストエフスキーの二重人格、うん、カフカの変身、うん、フィリパ・ピアス、うん、トムは真夜中の庭で、うん、オリゲン・ヘリゲル、
日本の弓術が挙げられてるんですね、うん、で、まあ、でも特にそれを読んでなくても読める、うん、ちゃんと読める本です、はい、このタイトルを、この本のタイトルが心の扉を開くなんですけど、うん、自分の心の扉を開いて、心の扉の自分の心の深いところをちょっとずつ見ていこうねっていう意味でこのタイトルをつけたと、うんうん、この私とそれというのが初めに出てくるんですけど、はい、それというのが心理学ではですね、うん、心理学の世界でそれはドイツ語で S というと、うん、大文字の E と小文字の S で S、うんうん、S、うん、ドイツ語では S、うん、それはドイツ語で S と言い、うん、S と書くと気づかれた方もいるかもしれませんが、うん、フロイトが無意識のことを指すために S と呼んだと、はい、エゴというか自我に対して我々は自分では訳が分かっていると思うけれど、訳が分からないことが心の中にあると、自分の中の訳の分からないもの、名前がつけようがない、だからフロイトはそれと呼ぶことにしようと考えたと。それっていうのが S ってことなんですね、はい、日本語が S、 ドイツ語だと S ってなる、あ、なる、はいはい、でフロイトは無意識のことを S とした、うんうん、はいはいはい、要はもう心の中の、まあ、それってことですよね、心の中のわけのわからないものだから名前がつけようのないので S と呼んだと、うんうん、だから日本語でいくと、もうそれ、もうつけようがないからそれって呼ぼうよ、はいはい、なんで心の中のね、はい、それですよ、それです僕もね、はい、それがね、はい、いつもガッて込み上げてきて、ね、はいはいはい、悪さをするんですよ、はい、でこれってあの普段の僕は穏やかですよ、はい、うんうん、人の悪口は基本言いませんしね、はい、下からでね、それが来る、ユーモアを忘れずにいるんですけど、はい、それが来るんですよ、はい、ノイローゼの人は、うん、自分が何をしようと思っても、うん、何もできなくなることがあると、うん、そういう時に変な症状が起こってきて、うん、急にパニックになったりする、うん、そういう時に自我は S の侵入を受けて、うん、というような言い方をしますと、うんうんうん、ところが自我が S の侵入を受け、うんうんうん、というのは、うん、その心理学的っぽくて難しくていいんですけど、うんうん、フロイトが書いていることを関西弁とか、この河合駿さんは関西の方なので、うんうん、関西弁にすると、うん、私はそれにやられましたんは、うん、みたいな、うん、そんな感じだと、うん、私はそれにやられてしまった、うん、っていう話を今日はします、はい、っていうと、僕は私はそれにやられそうだ、はい、っていう感じです、うんうん、で、はい、それにやられたこと、うん、皆さんありますでしょうか、うん、体調あります？まああると思いますよ、それにやられることって。やられたことはないかもしれない、それが来ることは、まあ、しょっちゅうあるんじゃないですか。あ、体調もあるんですね。ありますよ、それは。え、なんで僕みたいにわちゃわちゃしてないんですか？あ、だからやられてないだけの話ですよ僕がやられてるみたいじゃないですかやられてる、どういうことですか？やられてるって話ですよねやられそうだっていう話だって言ったじゃないですか。はい、あ、でこうもやもやするみたいな、もやもや、それはこうボーンと出てきてもボーンと蓋して去っていきますか、見て見ぬふりしてるかそれが来たのを。あまり独り言とか言わないですか？独り言は、まあ、結局今の独り言って、はい、なんかこう自動車税払わなきゃいけないとかって問題があるから出てくるわけじゃないですか。あ、じゃあまあ自動、うん、とか面接がうまくいかなくてとか、ごったにです、ごったに、はい、でそういう問題が解決してれば、まあ、特に何も出てきても蓋はできるんじゃない、小さな問題、まあ、とか、うん、あと、まあ、後で出てくるんですけど、うんうん、戦争の時っていうのは、はい、うん、基本自殺者は少ないみたいです。ああ、生きなきゃいけない、もうそう、はい、目的が変わると、はい、うんうん、結局なんか贅沢、はい、
心のゆとりができるとそういうことを考え出すだからまあクソもうその S が出てきたのを叩いてるんじゃないですかクソクソ守ってなんでまあ、あのバランスを取ってるんだと思うんですだからまあ悪いことじゃないんじゃないですか人前で言わなければそうですねはい、はい、でこの山田太一さんのトークの声を探してっていうのは、うん、不法入国者を見つけて対処するところで仕事をしている人の話なので、うんうん、ちょっと精神病の話に近いんです、ねあはいはいはい、やってる仕事が不法で入ってきた人を除外しようとするっていう働いてる人が精神病にかかっていくみたいな話なのできついんでしょうねきっとそう、うん、でその鬱になる瞬間っていうのが、はいうん不法入国者を、うん、と対面して、うん、追い出そうとして、うん、なんかまあ引き金を、はいはいうん、引かなきゃいけない場面に、うん、なった瞬間に、うん、弾けるらしいんですよ、うん、頭の中が、うん、パーンって、うん、で引けなくて逃がすっていう、うんうんうん話らしいんですけども、はいはいうん、精神病が発病する時も、うん、そうなるうん何かでポンと弾けちゃうで逃げちゃう逃がしちゃう、うん、っていうのが精神病になる瞬間も、うん、そういうことだと、うん、では今ここに出してる、うん、この表というか図というか、はい、あるじゃないですか、うん、こちらなんですけどもフロイトという人は、うん自我とそれ、うんうん、自我っていうのはまあエゴなので、うんうん、エゴと S と名付けたと、うん、自我とこの悪さをする、うん、わけのわからないもののことを、はい、S と名付けたと、はい、で無意識の方、うん、S の方を完全に占めてはダメだと、うん、占めてはダメ S の、うん、あこの図を見てもらうとそうなんですけど、うんうんうん、Sの方を完全に締めてはダメ、うん、追い出してはダメだと、うんうんうん、この S の方を締めてしまったら、うん、生命力がなくなるわけだと、うんうん、だから僕らはいろんな欲望が上がってくるから生きていけるので、うんうん、何もかも収めてしまって、うん、抑えてしまって、うん、食欲もない性欲もない、うん、睡眠欲もない、うん、といったら死んでしまうと、うん、なのでどの程度心の扉を開いておくかというのが問題なのですが、うん、いろんな声が聞こえ始めたら大変なことになると、うん、いや多分僕もこのあーとかっていうのも、うん、チキショーとかっていうのも、うん、やっぱできないダメだねなんかうまくいかないねっていう声が聞こえてるわけ、まあ、要は頭の中の会議ってそれを声とするとね、うんやっぱりいろんなことがあの、うん、頭の中をよぎるわけじゃないですか、はいはい、でこの、現代社会、うん、日本の中では、うん、男の人はね、うん、役割があるわけじゃないですか、はい、父親は、はい、稼いでこないといけない、はい、でその稼ぎが少ない、うん、少なくなってる時に、うん娘がこれから受験を迎えてくる、はい、お金がかかりますね、はい、でも僕はこうなんですよ、はい、でもかかるお金はこうなってくるんですよっていうこの不安の中でね、うん、多分どんどん自信をなくしてるんですね、うん、多分今の就活生とかもそうなのかなで自分を保って、うん、自分をアピールする場に行って、うん、否定されるじゃないですか、うんうんうん、そうするとどんどん自信をなくしていくんですよ、うん、それはもうあの就活とかの場じゃなくても、うん、普通に生きててもそうかもしれない会社とかで、まあ、否定されれば、はいまあ、傷つくのはあるじゃないですかええ、うん、でそれをこう否定されて否定されて否定されてってずっとされてるって話ですよねで自分自身も否定してるうん、うん